はい、光の干渉っていうのをやっていくんだけど、そもそも干渉ね。干渉ってなんじゃいっていうと、日本語で言うとね、親父が俺にめちゃくちゃ干渉してくんだよな、みたいな。そんな感じの時に使う言葉。で、この場合、登場人物って、俺と親父の何人？2人。そう、これ2人だよね。で、干渉って登場人物が複数いる時に起こるわけよ。一人の時って干渉って起きる？起きない？起こらない。うん、起きないっすね。で、じゃあ光の場合は、つったら基本的には2つの光で干渉を考えていくことになります。で、基本的な光の干渉、全部で5パターンあります。で、今からその5パターンを話していこうと思ってます。まず1個目、有名なやつですね。ヤングの実験。聞いたことあるよね。で、2個目が解説講師。3つ目が白膜干渉とか言ったりします。白膜ってここは書いてる。4つ目、くさび型ね。4つ目がくさび型。そして最後に5個目。5個目が有名なニュートンリングってやつですね。で、この5個、実は分類できます。どんな分類かっていうと、こんな感じになって、上2つの光、ヤングの実験と解説講師の上2つの光っていうのは、これは実は同位相の干渉になるし、下3つの干渉は何だと思います？逆位相。そうですね。逆位相になるよっていうのを、これあらかじめ知っておくと楽になるので、これも覚えておきましょう。You may feel like being alone, but I can be the one you need now. The world is yours.